気づけば夏も終わり、早10月。そう、神無月です。一般的に出雲大社に各地の神様が出向くので、神様が不在の月とも言われています。そんな神様と結びつきの強いこの10月は、神社にお出かけしてみませんか。ということで、今回は県内にあるちょっと変わった珍しい鳥居に注目。皆さん、そもそも鳥居って何のためにあるかご存知ですか。実は神様と人が住む世界の境界を表しているんです。全国には色や形、さまざまな鳥居がありまして、その一つ一つに意味が込められているんです。今日はそんな摩訶不思議な鳥居の世界へと皆さんをお連れいたします。それっぽいと思った。なぜ鳥居が2つ、なんで、すごい、え、なんで2つあります。2つ鳥居、これが普通ですね。あ、2個並んでるってことか。そういうこと、これは見たことないね。なんとここには同じ形をした鳥居が2つも。鳥居って普通1つですよね。なんでだろう、2つ、なんでだろう、鉄さんも友さんも、なんでなんで2つこの不思議な並立鳥居を見られるのが、南大隅町にある諏訪神社。なぜ鳥居が2つ並んでいるのか気になるところですが、まずはここで鳥居に関する雑学クイズ、クイズ、鳥居2つありますが、参拝するときに入るのは右左どちら側からでしょうか。決まった、ひなてさんお答えください。私は左からじゃないですかね。私いつも鳥居の左端から入ってます。正解をお願いします。はい、皆様から見てですね、左手の方からお入りにいただく方がよろしいと思います。正解です。鳥居が杖になっていることから、縁結びに御利益があると言われているこちらの諏訪神社。左の鳥居から入り、右の鳥居から出れば好きな人と永遠に結ばれるという噂まであるそうです。嬉しい。ではなぜ左から入るのか、その理由がまさに鳥居が2基建てられた歴史に由来しています。もともとこの境内地の中に2つのお宮が並んで建っていたというふうに言われているようでございます。そしてそれぞれに鳥居があるということで2つ並んでいるようでございます。本殿が2つあった、一体どういうことなのでしょうか。そのわけは諏訪神社独特の成り立ちに関係しています。ここ南大隅町の諏訪神社は、総本山である長野の諏訪大社から2つの神様のお力を分けてもらいました。なのでもともとそれぞれの神様に本殿と鳥居が1つずつ建てられたんです。その後経済的理由などで本殿のみが1つに統合され、不思議な並列鳥居として噂になりました。九州にですね、9箇所は現存しているっていうのがですね、分かっております。いざ気になる本殿へ。一つ屋根の下に2つの神様が祀ってある珍しい形です。左側右側にそれぞれに神様がお座りになっているということでございます。最後にクイズの答え、参拝は左の鳥居から入る理由ですが、ここにいる神様は我々から見て右の方が位が高いとされています。なので下座にあたる左側の鳥居から入るのが正解です。知っててよかったな、これは。とここで気になるのが、本殿の壁一面に飾られたよだれかけの数々。実はこれ、お宮参りの際に両親が子供の成長を祈って書き記していったものなんです。いいです。皆さんもぜひ家族の健康を願い、ここを訪れてみてはいかがでしょうか。よだれかけかわいいです。季節によってやっぱりこの辺りの、ね、この雰囲気、また紅葉も楽しめそうですね。そうですね、11月ぐらいになりますと紅葉が色づきますからですね、非常に綺麗な黄色の絨毯になります。感染症対策、
これには念を入れてですね、そういったことを重要しながらですね、たくさんの人に来てほしいんです。続いては全国初ホニャララ色の鳥居。ちょっと待って、何これ、鳥居、何、あれ透けてますね。あ、え、これが鳥居ってこと、雲だ、すごい。そこにはなんと透明な鳥居が、綺麗、これ SNS 映えしそうですね、近未来的な感じ、すごい、初めて見る鳥居ですね。続いてやってきたのは鹿屋市新栄町にある神徳稲荷神社。このガラスの鳥居が写真映えすると話題を呼び、若者にも人気の映えスポットです。なぜ透明なのか気になるところですが、まずはこちらから。ではここで鳥居クイズ第2問です。クイズが入ってくるね。稲荷神社、皆さんよく耳にすると思います。同じくよく耳にする先ほどの諏訪神社、なんと全国におよそ2万5000社あるそうなんですが、こちらの稲荷神社という名前がつく神社は全国におよそ何社あるでしょうか。翼さん、お答えください。じゃあ翼の語呂合わせで28,300。おお、どうかな、どうだ、それいいところじゃない、お願いいたします。はい、稲荷神社は全国で3万社あると言われております。あと少しか、もうほぼ、いや、よくなったな、すごい数ですね。そうですね、正解でしょ。なんと約3万社、最低でも47都道府県に630社ずつはないといけない計算になります。すごい数ですよね。稲荷神社はその字が示すように稲の豊穣を守る神様を祀っています。他にも商売繁盛、家内安全、健康などにもご利益がある神社。ちなみに駐車場の隣にあるここ、一体何をするスペースか分かりますか。何、変わった鳥居みたいな。実は車をここに入れて交通安全を祈祷する場所なんです。あるね。皆さんもぜひ自分の愛車をここで清めてみてはいかがでしょうか。新車買ったりしたらね、行きたいですね。そんなたくさんのご利益がある稲荷神社ですが、その総本山は京都にある伏見稲荷大社。伏見稲荷大社といえばご存知の方も多いのでは。こちらの千本鳥居、 SNS などでも有名なこの千本鳥居ですが、なんとここ神徳稲荷神社でもお目にかかれるんです。それがこちら。おお、ありますね。その数139基。すごい、わあ、すごいね。ずらっと鳥居が並んでる様子ってなかなか見ないので、なんか不思議な感覚ですね。そうですね、自分も初めて撮った時っていう神々しいと言いますか、異世界にいるような感じの。そうですね、外とはまた全然違う世界になりますね。ちなみに全国にある稲荷神社の鳥居はそのほとんどが赤色。作物の成長に必要な太陽の光や暖かさを運ぶ色とされています。しかしここ神徳稲荷神社にはなぜか世にも珍しい透明の鳥居が。この鳥居に隠された意外な訳とは。うちの鳥居はですね、その季節でしたり、この気候、あとは気温ですね、によってこのガラスの透け方でしたり、この見え方が変わってくるということで、そういうことができる鳥居を作れないかということで、宮司の方が考案されまして、このガラスの鳥居になっております。そういうことなんですね。そう、ここでは訪れた人が見る季節や時間帯によっていろいろな鳥居の姿を楽しめるようにできているんです。なるほど。これからの季節は紅葉との美しいコラボレーションも見どころの一つ。全国にガラスでできた鳥居ってあるんですか。ガラスでできているのは当社の神社だけというふうに私は思っています。
じゃあもうここに来ないとこの鳥居には出会えないんですね。へえ、なかなか貴重な。そしてまた来る日によってどんな鳥居に出会えるのかっていうのが楽しみですね。さあ最後は宝くじも当たる幸運を呼ぶ黄金の鳥居。鳥居がキラキラしてます。すごいですよ、この色。見てください。黄金色の鳥居。綺麗ですね。夕日に照らされ、神秘的な輝きを放つ黄金の鳥居。そしてこれは一機だけではなく、奥にもありますね。1、2、3、4つ。そこにはなんと約100メートルにわたって連なる3機の黄金の鳥居が。海に面してる。ということでやってきたのは指宿市にある池田湖。そしてこの黄金の鳥居を手掛けたのがこちら、地元の建設会社社長川地豊さん。なんと御年80歳です。生まれも育ちもここ指宿。誰よりも池田湖を愛する川地さんですが、なぜこの場所にこのような鳥居を。気になりますね。なんで金色の鳥居を作ろうと思ったんですか。そうですね、まずはですね、いろいろ考えたんですけど、この池田湖をみんなに知らせるためにどうしたらいいかということをいろいろ考えたんです。なるほどね。昔大谷金山という話を聞いて、そう、実は昔ここ池田地区では金の採掘が盛んに行われており、2000人以上が働いていたそうなんです。その歴史をたくさんの人に知ってもらいたい、町おこしにつなげたいと考えた川地さん。そこで思いついたのが、もっともっとここの地をですね栄えさせようと思って、あとは池田湖をちょっと有名にしたいもんですからね。そうだ、金の鳥居を建てようと。そしたらみんなが集まってくれるんじゃないかと。まさに。なんとこの黄金の鳥居は池田地区にあった金山をイメージしていたんです。そしてその金山は友人のお告げで見つかったとの伝説もあったことから、この場所に竜宮大明神を祀り、祭事なども行っているそう。ちなみにこの場所では川地さん一押しの指宿名物、温泉の熱で作った黒ニンニクも販売しています。いいですね。おいしい。なんかホクッとしててトロッとしてて、すっごくいい甘みがあります。香りはニンニクの香りするんですけど、そこまで強くないですね。ですね。です。景色もグルメも楽しめるここ黄金の鳥居。金山から連想されて作られたというだけあって、金運のパワースポットとしても人気です。その証拠にこちら。すごい。本当に見てください、この宝くじの当選実績。ここでお祈りすれば億万長者も夢じゃないかも。実績があるんです。金色の鳥居を作った川地さんは何色がお好きなんですか。もちろん金ですよ。もちろん金ですよね。金色のどんなところが好きなんですか。輝きが素晴らしいし、なんとなくこう引き込まれるような感じがするじゃないですか。メガネとかね、持ち物もやっぱり金が多い。そうですね。いつなのかな、ちょっとたまたまこうなったのかな。金がお好きということですね。ではここで川地さんクイズ。鳥居じゃないんだ。川地さんクイズ。今乗っている車の色は何色でしょうか。西田さん、お答えください。あれでしょ、もう逆にもその透明とかね。透明。透明。透明の車。どうかな。では川地さん、正解を教えてください。あれね、残念でしたけど、車だけは
僕は昔からもう黒色でした。ごめんなさいね。黒色です。金でもないんだ。考えますよ。次は、いいよね、黒。次は金。